中村愛の馬玉。今週は乙女たちのオークスへの道、フローラステークスを予想していきます。ということでまずは口に出したら当たらない中村愛のみんな大好きサイン馬券のコーナー、プッシュー。今週もレースのサイン探していきますよ。今週のテーマはじゃん、フローラ。本来のレースの由来はローマ神話に登場する女神の名前なんですが、やっぱりフローラといえばダン、ゲームドラゴンクエスト5のヒロインですよね。私的にはビアンカ派だったけれども、今回フローラステークスシンプルにいきましょう。ドラゴンクエスト5の5からダン、5番ショコラージで勝負です。はい、そこのあなた、本当に5番は来るのかと思ってますよね。大丈夫です、信じるか信じないかはあなた次第です。ですが追い風になるデータも出ております。それはこちらでございます。じゃん、過去10年5番の馬は1番馬券に絡んでいる。過去10年馬券に絡んだ30頭のうち5番が馬券に�絡んだのは実に最多の5回、激アツ。4年前には18番人気だった5番の馬が3着に入ってますし、チャンスありなんです。はい、ではもう1回改めて言います。こちらダン、フローラステークスは5番ショコラーチで勝負です。それでは競馬スピリッツの専門家の見解を聞いてみましょう。競馬スピリッツとは全国の競馬ファンに捧げる競馬情報サイト。競馬スピリッツで競馬の魅力と面白さをあなたにお伝えします。今週の馬スピ専門家は大五郎さんです。大五郎さん、大五郎さんの見解はこちら。本命からフロンティアクイーン、ファールコード、アグレアーブル、チェッキーノとなっています。本命に選んだのはフロンティアクイーン。前走のクイーンカットを見る限りコース適性はありそうですし、距離延長も問題なさそうです。メンバーを見ても最もバランスのいい馬だと感じます。引き続き鞍上は海老名騎手、皐月賞ジョッキーの手腕に期待です。2番手にパールコード、父を彷彿とさせるパワフルかつ軽快な走りが特徴。条件に恵まれた今回は好走の予感がします。3番手にアグレアーブル、5ヶ月の休養で成長度は未知数ですが軽視は禁物です。チェッキーノは距離面の不安がここではあると思うので4番手評価です、ということでした。大五郎さんのフローラステークスの予想もぜひ参考にしてください。その他の馬付き専門家の予想は競馬スピリッツ公式サイトで毎週末に更新。競馬スピリッツの誇る専門家は逆走競馬予想江戸川乱舞さん、21世紀を代表する血統評論家栗山元さんなど様々。競馬スピリッツが送るとっておきの情報は無料で提供中。あなたの競馬ライフのマストアイテムになることでしょう。以上、中村愛の馬玉でした。